案件は外交部会から日本ブラジル社会保障協定、日本スイス社会保障協定、日本インド包括的経済連携協定、以上3件、これは了承を見たところであります。総務会に上がります。キャビネットはこれは書けません。その他23年度分の地方交付税の総額の特例等に関する法律案、大震災に対処するための土地改良法の特例に関する法律案、海区漁業調整委員会及び農業委員会の委員の選挙期日等の臨時特例に関する法律案、震災に対処するための特別の財政上及び助成に関する法律案、震災に対処するために必要な財源の確保を図るための特別措置に関する法律案、以上すべて、了承でありますが、一番最後の財源の確保を図るための特別措置に関します法律案については、途中の経過の報告があったということであります。今後事態の推移がありますれば、推移に動きがありますれば、またしかるべき措置を取るということになっております。その他の案件でございますが、本日の文部科学部会におきまして、大相撲本場所の早期再開についての提言というものの取りまとめが行われました。これは提言でございますから、政策会議にかかったものではございませんが、この大相撲というものが5月場所につきましては技量審査場所ということで、5月の4日から22日まで開催されるということに相なっております。内容は本場所に準ずるものでありますが、これを興行としては行わないと、また公共放送による中継の予定もないと、このように承知をいたしておるところでございます。もちろんいわゆる八百長問題の全容解明、処分、再発防止と、この3点セットは揃わなければ本場所の再開を行うべきではない。で、また大相撲というものの再生に対する取り組みが十分であるという国民の理解を得られない限り、安易に再開を許すべきではないということはその通りでございます。一方におきまして、野球でありますとサッカーでありますとか、そのような各種のスポーツがチャリティー、マッチなどを開催をし、多くの、善意というものが集められているわけでございます。また被災者の皆様方も大相撲というものを楽しみにしておられる方も多いということであります。私どもとして、日本相撲協会が真摯な反省と再生に対する取り組みをこの際行動によって示すという方法もあるのではないかということで提言をまとめたものであります。お手元に文章があると思いますので、どうぞご覧をいただきたいと思いますが、例えばこの技量審査場所を、これをチャリティー方式とするなどの運営方法について改めて検討すべきではないか、それを踏まえ日本放送協会におかれては少なくとも数回は中継を行うべきではないか、検討されたいということであります。また巡業につきまして年内中止となっているわけでございますが、6月に東北地方への慰問巡業を行うというような方針であると承知をいたしております。その際は会場が避難所になっておるため、取り組みなどは行う方針と聞いておりますが、この巡業をなるべく被災者の方々に喜ばれる形とするべきではないかということ、また通例を行われております8月の東北地方の巡業についても被災者を慰問するというために開催すべきではないかということであります。7月の10日から予定されております7月場所、7月場所、これを通常の本場所として開催できるよう、より一層の取り組みが進められるべきであるということであります。これはいろんな議論があったと聞いておりますが、本当にこう再生というものがきちんと道筋が立ち、国民の皆様方のご理解が得られるということでありとせば、被災地の方々、ご高齢の方も多いわけであります。別にご高齢の方だけが相撲ファンというわけではありませんが、非常に楽しみにしておられる方も多いということ、そしてまた、これはここの文章にはございませんがこの大相撲というものは広く海外にも国際放送として発信をされているものでございます。いろいろと間違った報道というものも海外においてはなされておると
というように聞いておりますが、日本はこのようにして着々と再起へ向けての道を歩んでいるということを海外に発信するためにもこのようなものは必要ではないかという意見もあったように聞いております。以上が文部科学部会としての提言ということで了承されたというふうに報告を受けております。私からは以上です。ご質問ございましたらどうぞ。協力としてみましょうですが、文科部会の提言なんですが、これは提言ということなので、どなたがどこ宛てに提出するという予定なんでしょうか。これは文部科学部会という提言なんですね。これは別に自由民主党政務調査会とか、自由民主党とかそういうクレジットがついているものではございません。これは日本相撲協会あるいは日本放送協会に向けて、提言ということになろうかと存じます。 ですからここは注意をしていただきたいのですが、もういわゆる八百長問題とかそんなものをいい加減にしていいとか、そういうものをなし崩し的にですね、けじめがつかないままやっていいということを言っているものでは当然ございません。文部会長そこはまだ決しておりません。とか我が党としてこういう提言をしたということを今ここで申し上げているわけでありまして、今後どのような手続きを取るかということについてまで今詳細定まっているものではありません。朝日新聞にいたからですが、財源の確保法案については今日どのような議論が政策会議ではありましたか。今日はこのことについてはまだ確たる議論というものが方向性を見たものではありません。従来の議論というものに動きがあった、あるいは特段の変化があったということだとは承知をしております。何いらっしゃいますか。その関連で昨日の与野党国対で官房長官ですね、補正特例法案の年金の部分の切り離しについて説明しましたけども、この考え方についてはもう技術的にこういう切り離しというものは当然あるというふうに考えております。私どもとしてその入りの部分において、政府として技術的にそのように切り離すという考え方は理解できないわけではありません。でしかしながらそれでは例えば年金部分の3分の1から2分の1というものの私どもの言葉で言えば流用というものについて今後どのように恒久的な措置がなされるのかというようなことについてまで、切り離しというだけでその後の答えがあるわけではございません。その後についてどう考えるかということについても合わせて、議論をしなければならないことだということ、技術的にそういうことはあり得るということは認めます。しかしながらそれをもってして賛成とかいうことには直ちにはならない、微妙な言い回しで恐縮ですが、いくつかのここ詰めておかねばならない論点があるということだと思います。その後の公共的な措置というのはですね、ちょっと納得いく形で示されれば、当然対応としても変わってくるということは、そこまで示すかどうかですよね。だからそこはの恒久財源とは何でしょうかというときに、ある子ども手当等とこれをどうするのかというお話と、あとは税と社会保障の一体改革、これをどうするのかということについて、切り離すというお話があるだけで、じゃあそういうようないわゆる手当の類、これをどうするか、あるいは税と社会保障の一体改革をいつまでに結論をつけると責任ある政府として考えているかということについてのお答えというものは何ら随伴をしていないものですから、このことだけでですね、評価をすることはできない。技術論としてそういうのはあり得るというのにとどまります。毎日新聞の野原です。この歳入の法案とですね、あと歳出の予算についてもそうなんですが、公明党の方でですね、一部ほどで両方とも賛成に回るという報道もありました。自公でですね、補聴を合わせて国対行くということで、意外に国民性なんで一致していると思うんですが、この
賛否についてですね、歳入賛否についてどのような形で事項をすり合わせていくのか考えられますか。これはなぜ賛成をするのかということについてですね、私も報道ベースでしか存じません。これは公明党の中でもいろんなご議論があって、公明党の政策責任者がはっきりと賛成をするというふうにおっしゃったというふうにはまだ聞いておりません。これはでつまり、予算案には賛成しながら歳入法案には反対するというのはいかにも分かりづらいというようなことは承知をしております。ただこれは昨日も申し上げたかもしれませんが、これは補正予算用の財源よとかですね、これは本予算用の財源よとかいうことがこう線が引いて決まっているものではございません。特別会計になっているわけではありませんので、でそうすると入りの法案が通らなければ補正予算が執行できないのかといえばそれはそうではないということになるわけでございます。でそうすると歳入の方はもっと工夫の余地があるのではないかというふうに私どもは考えておりますし、で正すべきポイントでも明らかにいたしましたように、それは復興債というものを発行すべきであるという考え方に我々として変わりはございません。でそういたしますと、これから予算の審議の中でですね、なぜ復興債というものを出さないのか、なぜその例えば子ども手当というものについてもっと切り込まないのかという議論は、これは私どもとして、正すべきポイントで明らかにした通りでございます。今後まだ時間的に余裕も少しございますので、私どもとして党が立てた方針というものに、そうはないように、二次補正まで視野に出た公明党との調整を続けていく必要があると思っております。他にやってるか。アメリカの格付け会社のスタンダード&プアーズが国際の格付け見通しを現在の安定からネガティブに変更したんですけれども、大体赤字が拡大するんじゃないか、震災の日に大体赤字が拡大するんじゃないかということの理由のようなんですが、NHK で受け止めをお願いします。これは格付け会社はですね、いろんな考えに基づいてやっているものであって、民間の企業というものが行ったことについて論評すべきかどうかというような切り離したようなお答えをするつもりはございません。それはやはり格付けが下がったとするならば、それはなぜなのかということもよく考えていかねばならないと思っております。CDS クレジットデフォルトスワップ、というものもですね、これは実際問題保険料のようなものでございますが、これは震災以来上昇していると、つまり保険料が上がっているという現実問題も、起こっておるわけでございます。でそう考えていきますと、格付けが下がると、あるいは保険料という言い方を便宜するとすればですね、この CDS が上がっていくというようなことは、やはりこれから先の日本の財政について、懸念が表明をされているということだということは率直に受け止める必要があると思っております。でこれはさればこそ一時補正では借金をしないのだよと、国債を出さないのだよということかもしれませんが、これは一時補正の議論で最初から申し上げております通りですね、なんで一時は出さなくて二時からいいのかと、やっぱり国債というものをきちんと出しですよ、もちろん不要不急の経費を削った上でですが、そういう国債を出す、そしてまた私どもが申し上げておりますように、それは別管理としてどのようにしてそれを返済をしていくのかということ、そしてそれが議論として出てくるのは、例えば復興税のような形で増税すべきだという案が出てきてみたりですね、あるいは日銀が引き受けるべきだみたいな案が出てきたり、どうもこうこれから先経済が成長し、なおかつきちんとした財政の再建、債務の円滑な償還、
というものはなされるかということが示されていないところに大きな問題があると思っております。やはりそこは震災発災前も日本の財政は極めて厳しい状態であったわけで、国債の格付けもその時から下がっていたわけですからね。このことは私は決して増税論者ではありませんけれども、財源に関する話は先送りだという話があちらこちらで起こっている。本当にそれでいいんですかと。財源に関する話すなわち増税ということではなくて、どうやって経済を成長させるか、その上でどうやって財源を見つけていくかというようなお話がセットになってなされるべきだと。これは私は個人的に思っていることでございますが、何でもかんでも財源の話は先送り先送りというお話がの一方において、なんで先送ってよいのだという話がセットになっていないので、やはりそのことは市場に与えるシグナルとしてはあまり公的なものではないと思っております。他に昨日の前議員総会なんですけども、谷垣総理はじめ、執行部の方から、反省権の批判が相次いでいます。で、今後、どのように、その反省権の、交代を目指すかという話になると思うんですが、その辺の、道筋なり、戦略について、内閣不信任案の問責決議の提出に踏まえてですね、どのようにお考えか。昨日もいろんな議論がありました。私もずっと聞いていましたが、やはり官製権ではダメだということ、これは我が党のコンセンサスなのだと思っております。ただ総理大臣というのは自ら辞めるか、あるいは不信任が可決されて解散ではなく総辞職の道を選ぶかと、この2つしか官製権を終わらせる道筋はないわけであります。で、不信任を可決するということを考えた場合に、これは衆議院定数480の過半数が必要ですから、丹羽さんが当選をされましたが、まだ我が党118であります。他の与党全部、野党全部足しましてもまだ過半数には足りません。で、そうするとどうやって不信任を可決するか、不信任を上程をして否決をされればそれを裏返して信任ということになるわけでございますから、この提出をする場合にはとりあえず出しましたというだけではダメで、どうやって過半数を取るかということについて昨日もあった議論はですね、マニフェスト絶対を叫ぶという人たちと組むべきではないというお話も随分と出ておりました。そうするとどうやって過半数を取るのですかということについて、ここは私が政調会長という党三役の立場で軽々な発言をすべきだとは思っていません。ただ道筋をきちんと立てずに、とにかく倒せというようなお話をどなたもされているわけではありませんので、そこについてどう考えるか、それぞれが一人一人の国会議員としてどう行動すべきかということをよくよく考えた上でなければいけないことだと思っております。で、また国民世論は菅さんすぐやめろと、あるいは夏までだと、一段落ついたらやめろというのを足すと8割ぐらいになるわけでありまして、じゃあどのように行動することが被災地の復興というものに対して時間的な遅滞を生ぜしめないか、遅れを発生をさせないかということ、そして何よりも避けなければいけないのは、こんな時に政治は何してるのというような印象を国民に持たれないということはとても大事なことなのだと思っております。で、菅さんを倒した後どういうような政権が望ましい政権なのか、それは復興もそうでしょう、あるいは財政政策もそうでしょう、あるいは外交政策もそうでしょう。そういうことについての議論がないままに、いろんな議論お話が報ぜられるということが、かえって国民には何をやってるのというような印象を持たれているのではないかと思います。なんか感想みたいな話で申し訳ないです。それに関連してなんですけど、今の政調会長の答えにもあったんですけども、
出席者の中からはですね、民主党内で政治に関する高まっていることについて、敵は味方だという考えではいけないというふうな発言もありまして、小沢元代表の動きを念頭に置いているところもあるんですが、その辺、当学の道筋とも絡むのですけれども、改めてちょっとその辺の意見についてご見解をお願いします。これは私前から申し上げてますが、敵の敵は味方だと言ってもですね、マニフェストは絶対であると、つまり去年の民主党代表選挙の時の小沢さんを支持された方々のご主張というものは我が党の主張とことごとく反するものでございます。で、その去年参議院選挙で我が党はこれから先あるべき、政策というものを示して多くのご支持をいただきました。で、それと全く反する主張をしておられる方々と組むということは、一体参議院選挙は何だったのだということになると考えます。そうすると、いくら敵の敵は味方だからと言ってですね、そういう人たちと組むということは一体どういうことなのかということは、それはもう多くの我が党所属議員が分かっているからこそ、昨日のような発言になったのだというふうに思います。で、そうすると、それの言う人たちと組まない、当たり前のことですが、しかし菅さんは辞めないとするならば、じゃあ一体どうすればいいのですかということについて考えなきゃいかんでしょう。考えるべきことでしょう。それは一体何なのかという答えはですね、それはもう与党の菅さんを支える方々がこれから先日本国どうあるべきかということに思いをいたして判断をされるべきことではないだろうかと私は思います。ただそれが与党に手を突っ込むとかですね、あれやこれやそのこっちと組んだらどうやらこうやらというような話よりも、一体何を実現することが今の日本国のために必要なのかということ、それを今の政府を支えておられる方々がよくお考えになるべきだと私は思っております。だから自民党として例えばこの一時補正に対する考え方でありますとか、あるいは復興基本法に対する考え方でありますとか、我が党としてはこう考えるということを提示をすることが先でしょう。それなくしてこれと組もうとかあれと組もうとか、そういうようなある意味こう政局的な動きをすることなく、自民党としてはこうなのだということを示す作業が今の政務調査会に与えられた責務だと私は思っております。容疑者の方です。ちょっと憲法の話で、今の関連でもあるんですけど、その幹事長がその年末、年明け含めてずっとその幹事長の例えば立ち上がりに行くんだとか、連日みたいなことを動きをずっとやってきた、その根本というのは、衆参のねじれにあると考えられているんですけども、それについて例えばその憲法審査会が全然進んでいない現状だとか、その任意制改革みたいなものに全く、議論が進んでいない、その国の形みたいな、もう議論しなきゃいけないというのはみんな多分危機感を持っているんでしょうけども、今回の統一選でも全くこういうものは議論になりませんし、そういう現状についてどうお考えか、また今後どうすべきか。菅内閣でもそうですし、安倍内閣も福田内閣も麻生内閣もこのねじれというものにものすごく苦しんできました。で、衆参両院があることによってより慎重な議論がなされてより良い結論が得られるということであれば、任意制というものは非常にうまくワークをするのですが、政権選択の院である衆議院が決めたものが参議院によって止まってしまうということになれば、じゃあ衆議院選挙って一体何なんでしょうかということになるのだと思っております。で、そうすると衆議院と同じような会派構成がなされるべきだということになりますが、これその同時選挙でも行わない限り当然選挙にズレがあります。で、そうすると同じような選挙制度を取ったとしても違う結果が現れてくるわけであって、
で、そうすると一員制というお話を真剣にするか、もしくは参議院の位置づけというものを本当にのいわゆる再考再び考えるというですね、そういうものにふさわしいように参議院の権能というものをどのように考えるか、そしてそこにおいての上院たるにふさわしい選び方をするということがあるんだと思います。ただここはもう皆様方がご存知のようにの選挙された議員ということになっています。そしてまた全国民を代表するという形になっています。仮に衆議院の今の小選挙区比例代表並立制が民意を反映するにふさわしい方法だとするならば、参議院がそれと違っていいはずがないだろうということになるわけであって、同じ選挙のやり方で、ほとんど同じ選挙のやり方で選ばれる上院、下院、衆議院、参議院、こういうものは世界でも極めて珍しい形態なのであって、そこがどうあるべきなのかという議論が実は根底にあるべきではないのかと思っております。で、そこはなんて言うんでしょう、今のほとんど同じ選挙制度でいく限りねじれはある程度恒常的に生ずるものだというふうに思っておりますものですから、どちらが与党であれ野党であれ本当にこれでいいですかというお話をすべきなんじゃないでしょうか、しなきゃいけない時期になっているんじゃないでしょうか。私は理念理想を同じくするものが一つの政党を作るべきだという論者なのですけれども、そこにおいてこの衆議院参議院の在り方ということも双方の利害を捨ててですね、本当にどうなんだいということを議論し結論を得るということはどうしても必要なことだと思っております。いや関連なんですか、そう考えるとその昨年 その臨時国会以来です、ね、その参院がその、政権運営に対する分析を突きつけることで、まあ、そのある種の、政権に対する攻撃をずっと続けてきたという、まあ、歴史といいますか、最近の発言があると思うんですけど、そういう意味では、今後はそういう行動については抑制的であるべきだという質問でした。それは問責というものをどう捉えるかです。で、例えば戦国長官馬淵大臣との問責を可決をしました。その時に例えば戦国長官が取ってこられたいろいろな行動、あるいは馬淵大臣が取ってこられたいろんな行動、それをやはりこう一方の院がそれに対して責任を問うということを言ったわけですから、じゃあこことこことここが誤っていたと、これから先はこのように直すのだというような意思表示が問責の対象となった閣僚からなされ、総理もそれはその通りだということもあって叱るべきでしょう。でも何にも間違ってない、今までと一緒だというふうに言われちゃうと、参議院が示した問責って一体何なんだということに私はなるのは当然のことなんだろうというふうに思っております。残念ながらその戦国馬淵両大臣に関する限り、ここは間違っていた、ここは改めるべきだったというご発言が全くないままにこういう状態ができているというのは、やはり衆参のねじれというものをどうやって、少しでも解消していくかということに対する今の内閣の誠実性のなさの表れだというふうに考えております。で、衆議院で不信任というものがありますのは、それに対して総理大臣が解散という対抗手段を持っておりますので意味があるわけですね。ところが参議院に解散はございませんもんですから、そうすると問責を可決されたらすぐ辞めねばならないということになると、参議院は6年の任期がございますので絶対的な権力を持つということになるわけで、我が党の参議院議員たちもですね、もうそれでどんどん閣僚を変えればいいんだというふうに思っているわけではなくて、どういうように改めるかということを求めていたのだと、そういう真摯な姿勢を我が党の参議院は持っているというふうに私は思っております。で、あるいは参議院の解散というですね、じゃあなんで任が必要なんだって話になっちまいますね。そうしますとそこはもっと議会の真摯な決議に対して内閣というのは誠実に答える義務があるのだ
というふうに思っております。憲法に定められた閣僚は国会における会議に出席するし意見を述べることができると、こういうような憲法の規定というものもよくよく認識をしながら、どうすればその憲法の規定というものをキャビネットとして実行することができるかということに対して、申し訳ないが審査が足りないというふうに私は思っております。他に聞かせますか。よろしくございますか。いいですか。